日は転校生が来てます。マジかよ、ちょっとは骨のあるやつだといいけどな。本当っすね。先生ごめんなさい。転校生の新田真央です。んだよ女かよ。かわいい女の絡みはいらねえんだよ。好きです。さあ勉強勉強っと。悪い。いやー、それにしても転校生が女だったらマジ最悪だな。いや、そうっすね。ついてないっすね。てか、ぼっち。お前らちゃっかり一緒にいんだよ。いや、たまたまですよ。てかさ、なんか、暇だしよ。あの女にさ、なんか嘘の告白みたいなしてみる。いいっすねー。なんか好きじゃないのに好きみたい。いいですね。よし、じゃあこっち、お前最終決。まずはこいつが失敗し、ハードルが下がってからが勝負だ。もう、めんどくさ。なめるな、俺が何人もくどいてきたと思ってる。こっち、早く行くよ、お前。はい、わかりました。いや、次どっち。とりあえず逃げましょう。俺ら邪魔だと思うから先帰るわ。俺もバイバイ。で、あんた私をどうやって幸せにさせてくれんの。一体何が起きている。告白したら人格が変わりやがったぞ。おい、聞いてんのか。とりあえずやって、さっきの告白は嘘だと言おう。実は。え、お母さん、うん、やっと彼氏できた。やんちゃだったから怖がられてて、だから告白とかされたことはなくて嬉しくて言い出せる雰囲気じゃねえ。さっきは告白されて取り乱しちゃって、それまでは女の子っぽくしてたんだけど。僕は全然怖いなとか思ってないので大丈夫ですよ。気にしないでください。なんか僕にできることあったら何でも言ってください。本当？じゃあカップルっぽいことさせて。はい、何でも。じゃあサンドバッグやって。え、じゃあ行くよ。これカップルっぽいかな。いてていて、これカップルじゃないですよね。はい、次これ。驚かすためのなんかドッキリというかなんかそういう感じらしいよ。あれがドッキリだったのか。てっきり本当の姿だと思って。はい、演技力あんだな。これで
俺の復讐計画完璧だ。まずあのクソアマを呼び、あの今日の放課後この間みたいに行ってみましょう。デート？オッケー。そして放課後トイレに真の俺の姿を解き放ち、ぶちかます。おっせえ。やあ、俺をコケにした落とし前つけさせてもらう。花山くん。はいはいはい。昨日はごめんなさい、私調子乗っちゃって乱暴なことしちゃったよね。え、あ、は、私のこと嫌いになっちゃったよね。私恋愛したことなくて空回りしちゃって。あ、はい。これからも仲良くしてください。この子は恋愛経験がなく愛情表現を間違えてしまっただけで、本当は純粋なまっすぐな子なのかもしれない。俺はこんな女の子に手を出していいのか。いや、いいわけがない。放課後お詫びに渡したいものあるから待っててほしい。わかりました。さあ花山くんにお詫びしないと。それから私は花山くんを決めているものを全員襲撃した。渡したいものって何ですか？え？ホームルームを始める前に、以前暴力行為で退学になった進藤京花だが、この度再びこの学校に通うことになった。はぁ、進藤京花。進藤京花って確か半年ほど前に転校してきた転校生。可愛い見た目とは裏腹に中身は非常に暴力的で、被害者が続出、すぐさま退学となったのだ。おい、ふざけんなよ小島。なんであんな奴が復帰できんだよ。そうだよ、ふざけんなお前。文句があるのなら本人に直接言ってみたらどうか。あばらの骨が2本、これで済むといいかな。おい、マジかよ。それじゃあ入ってくれ。みんな久しぶり、今日からよろしくね。うん。おいおい、騙された。あの仮面の人は化け物そのままだぞ。まあ、関わらないですよ。大丈夫です。それじゃあ今日か、お前はあの席に座る。右端の席。はい。いやー、次の授業小島かよ。テスト前だし実習なんねえかな。確かにそうなったら最高なんだけどな。よし、全員席につけ。実はな、今日は授業をしないことにした。え？よっしゃー！未来の子供さんだよ！ゆっくりのマスメー！ゆっくり！自習？俺は自習なんて一言も言ってないぞ。え？今からこの時間を使ってやることは、進藤京花にふさわしい彼氏を探すことだ。はあ？
先生、俺には先生の言ってる言葉の意味が分かりません。もう一度言う。授業は中止。これから進藤教科の彼氏を探す。先生、僕たちは勉強がしたいです。大事な時期なの。先生の授業が大好きだ。気持ちが嬉しいが、もう決定したことだ。それじゃあ教官、待ってくれ。マジかよ。じゃあ最初に、私の彼氏になってくれる人で立候補してくれる人手挙げて。何なんだこの状況は。誰も勝ちたくないこの戦いは。負けるが勝ちとはまさにこのこと。こいつらには悪いが、ここはやられたふりをさせてもらうぞ。これは恐怖心とともに心のどこかで初めてできた彼女への喜びを感じていた。松本君、よかった、来てくれたんだ。まあ、ね、ところで松本君、その後ろにいる人は誰なの？え？後ろの人？お鬼山先生。女は殴らねえ主義だ。この化け物なら話は別だ。これ以上この女の好きにはさせねえ。てめえが暴れ回ってる転校生。残念だ。生活指導の時間だ。なんだてめえ。俺を見てビビらねえなんて大したもんじゃない。行くぞ。松本のやつどういうつもりだ。お前が引っ込んだ。俺が興味あるこの女だ。聞こえなかったのか。俺の女に手出すなって言ってんだろ。不思議と力が湧いてくる。これが愛のパワー。ちょっと何やってんのよ。今日から黙ってろ。俺が守ってやるから。あんたに言ってんだよ。
一体どういうつもりだてめえ。あんた見てたら思い出しちゃった。思い出した。昔私とよくやり合ったブラックエンペラーというやつがお前に似てるんだよ。な、何？昔俺と戦ったことがあるのか。女で俺と戦えるやつなんて一人しかいない。覆面をかぶった凄腕の兵隊を何人も従え、俺と並び恐れられていた伝説の女番長京花。間違いねえ、この女その伝説の女番長だ。まずい、俺が本気でやり合えばブラックエンペラーであることが確実にバレる。どうすりゃいいんだ。行くわよ。実はな、非常に残念なことに今日をもって進藤京花がこの学校を辞めることになった。まだ一日しか経ってなくないですか。私は彼氏を作ることが目的だったから学校自体には興味がないの。それじゃあ松本君、また連絡するね。ああ、分かった。正体を隠すために無抵抗でやられた花山は全治1ヶ月の怪我を負ったのであった。どうもアイルトンモカです。おーい、なんすかなんすか。サムネタイトル見てもらえば、そしてこの絵を見てもらえばわかるんですけど、進藤京花、アイルトンモカに加入しまーす。とんでもないことですよ。これはすごい、めちゃめちゃ嬉しい。マジこんなこと地元のグループ系にいきなり進藤京花入ってくるって、いやとんでもないですよ。斬新すぎるよね。京花さんどうですか。いやめちゃめちゃ嬉しい、はい、っていうのが第一、はい、ね、心強さが違えよ。いや違うね、さっき画角見たけど映えが違う。京花さん花が増えたね。これからは新グループとして京花、はい、さんを加えて総勢8人で、はい、新体制として YouTube、TikTok やっていきたいと思いますんで、はい、皆さん応援していただきたいです。お願いします。よろしくお願いします。では新メンバーの京花。はいまあまあね、メンバーだから、ね、意気込みだけお願いします。意気込み、はい、今までのアイリトンモカじゃないから。私が来たってことは道真ん中開けろ